こんにちは。さあ、このお二人が YouTube を始めるということで、はい、タッグで、タッグでね、タッグで、はい、いいな、女性と一緒にタッグして、はい、まあやっぱりね、あの豊さんみたいにオーラがないんでね、二人で足していきたいけど、いやもうそんな、うん、本当は里崎さん一人でもねいいぐらいなんですけど、いやいや、やっぱ ね相方は大事だよ。本当ですか。そうまずもうとりあえず知ってると思うけど自己紹介を。はい、元千葉ロッテマリーンズ。違うだろ。はい、 WBC じゃないの。あ、いやそうですね、2006年 WBC 世界一ベストナインキャッチャーの佐々木智也です。言っちゃったじゃあ始めるということでね、はい、どんなのやっていきたいの。楽しきゃいいっすよね。そうですね、楽しければいいですね。野球を楽しく伝えてほしいよね。そうそうそう、やっぱね、うんうん、俺らからすると、はい、コラボもしたいしね。そうですね、事実に基づいたね発言をしていきますけどね、うん、嘘嫌いだもんな。野球に対しては嘘嫌いです。そうだよ、はい、え、普段は普段のことは言っていかないです。普段は嘘あるかもかんですよね。幸せな嘘ね。はい、そうそうそう、いい嘘ってことですよね。そうさあ、はい、野球好きの女子、はい、はい、仙台で5年間アナウンサーをしてました袴田彩です。よろしくお願いします。はい、どういうことをやりたいの。私も野球は大好きなんですけど、言ってでも素人なんですよ。あの、なので私も勉強というか知っていきたいし、ね、楽しい企画みたいにやりたいですね。だからまあ視聴者が聞きたいことを代表して聞くとか、うん、まあ、そういうようなことだよね。はい、楽しくなりそうだね。あ、本当ですか。頑張りましょうね、うん、完璧ですよ、はい、どうします。豊さん超えちゃったら。あ、ちょっと超えたらこっちに座っていくからねそらそうだよ、そらそうだよ、ね、でも里崎チャンネルの、名前里崎チャンネルでいいのかな。はいはい、この WBC なんとか勘定はいらない。いらないですね。じゃあ、概要欄の方に貼っときますので、はい、そこから飛べるようにしておきます。はい、二人よろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひ見てください。はい、ということで、はい、YouTube を始める、はい、にあたって、はい、解説業のことを、はい、ちょっと聞きたいんだけど、はい、やっぱロッテ出身のチームじゃない、はいはい、で愛情を持って言ってるのか、はい、見てるのか、はい、それともあーだらしないとか、はい、まあ、OB の観点でやってるのか、うん、どっちなの。愛情はありますけど、もうフラットですよね。別に勝ったら勝ったらでいいし、負けたら負けたらでも、まあ、それまでよっていう、うん、だからフラットですね、基本は。基本フラットなんだ。はい、でもまあそうなるか、OB だもんな、はい、うん、で解説者だもんな、はい、チームとしての愛着もあるし思い入れもありますけど、じゃあそこまでなんかって、まあ、特にないですよね、うん、正直。でもこういい順位とかにいると、あ、頑張ってんなってなるんですか。うん、まあもう頑張ってんなって思うだけですよね上げすぎやんいやでもそんなもんだけど、うん、俺あのロッテの応援、はい、一緒に戦ったことあるけど、敵として迫ってくるものがあるよね。声は出るし、めちゃくちゃいいですよね。いいよね。そこはなんか誇れるでしょ、ロッテで、うん、まあいいですけど、でも僕解説者なんて全球場行かせてもらいますけど、うん、他のとこもすごいですよいや俺あのね、統率感はね、はい、ロッテが一番かなと思うよ、うん、なんか声のね、まとまり感が違うんですよね。圧力が違うよね。そう、僕は最近あの DeNA の安明ジャンプが好きですけどね。ああ、安明、なんか統一感あるじゃないですか。あれ放送席揺れるからな。あと、あの現役の時とかは稲葉さんの稲葉ジャンプとか、あれも揺れる、揺れてたじゃないですか。フラットに見ると、まあ、ロッテでやってるからその愛情もあるしありがたさもありますけど、フラットに見ると各球団のやつもすごいですよ。ソフトバンクのデーってやるやつとかも、いやでもね、はい、それは俺もずっと見てきてるけど、やっぱロッテの応援っていうのはすごいなんか迫力を感じる時がある。すごい、あの思うのは、どの球団も、あ、この選手の曲よく耳にするなとかあるんですよ。 DeNA の安明さんとか筒香さんの通号とかも耳に残りますけど、ロッテの場合は全部の選手のがなんか聞いたことあるってなるんですよ、やっぱり。だから本当に一体感があるんですよね。多分あれです、麻痺してます、当たり前すぎて。いやでもそういうロッテファンはに、このチャンネル応援してもらわなきゃ困るんだから。まあそうですね、だから真実が知りたい人は見た方がいいですよねいや真実はみんな知りたいと思うでしょ、うん、でやっぱりね、その今僕の存在がロッテファンの中だったら、プラスの面もあるしマイナス面もあるんですよ。マイナスは何なの。あの今まで東京でやってても、うん、ロッテのことってメディア発信ほぼないじゃないですか。あ、まあ、確かに電波を使って紙面でもほぼないじゃないですか、うん、でも僕が現れたことによって電波でロッテのことバンバン言うようになったんですよ、はい、ラジオもやってますしってなった時に、今まで免疫がないんですよ、ファンの人も。
そんな対外的に毎週1回ロッテのことバンバン言う番組なんてなかったんで、それが出てくることによって耳に入るじゃないですか。だからそれを良しとする人もいるし、なんでみたいな人もいるし、え、なんでって思いますかね。いやだからフラットに見てるんですけど、なんか中にはなんか佐々木は井口監督のことは嫌いだからとかってよく言う声もあるじゃないですか。なんかやっぱりね、好き嫌い作りたいから世の中は、いやいやいや、好きでもないし嫌いでもない、フラット。そうですそうです。別に何かがあったからきつみしく言ってるわけじゃなくて、何がですか。フラットでもこうあってこう波揺れてんじゃない。いや僕芸人の時から一人だったから、はい、あの別にどっかになんかグループ作るわけでもないし、派閥があったわけでもないんで、常に一人だから、良ければ褒めるし、悪ければけなすし、だけであって、ロッテが首位にいたら多分けなすことないんですよ。まあそりゃそうだな、はい、下にいるともっとこうした方がいいのにとか、こうだとこうですになるじゃないですか。なんだ、言ってるんですよ、褒めてほしければ勝てるって。はあ、だそれがあるから。上からだな、随分。いやいや、だってそうですもん。まあそりゃそうだ。はい、でなんかよく言われるんですよ、いやそんな外から好きなこと言ってていいなってよく言われるんですけど、まあ、それが仕事だから。それが仕事だから。そうですね、で全てなんですからね。だから仕事いっぱいやってるからね。うん、球場行ったら里だけだらけだ。里だらけ。いやだらけなんだよ、なんかどっかのコマーシャルのほうがボーンって出てきた。ここ里か、あっち苦しいとか思うんだよ。ほんでタバコ吸うとこやって、そこ行くとまたなんかパンフレットみたいなの置いてあるんだよ。ここも里かよみたいな、誰がおらんのかって思うんだよ。人気者じゃないですか。いや人気者だよ ね、だから情報発信がね、多分すごいから、はい、ファンの人もね、はい、苦しいとこもあるかも分かんないですけど、うん、冷静に見てほしいですね。そうですね、はあ、でもまあチャンネルもね、はあ、周りから盛り上がってくるよ、はあ、ね、こっちも盛り上がるし、はあ、ね、頑張って、はい、応援してます、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張りましょう。はい。